こちら。本番いきます。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よー、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。突然ですが、猫は本来運動量が多い生き物です。しかし室内飼いの猫は運動不足になりがち。運動不足は肥満や糖尿病などの引き起こす可能性があると言われていますが、元気な猫や遊び好きの猫ちゃん、仕事などで疲れた時、毎日相手になってあげるってなかなか難しい時がありませんか。今日はそんな猫の運動不足に反発、おすすめの猫ちゃん用充電式おもちゃを紹介します。ズバリどのような商品なのか、開封の儀こちらでございます。開けていきます。取説、すべて日本語です。 USB と Type-C、 こちらが本体 85g、 本体高さ約7センチ、尻尾 32センチ。なんかいい匂いがします。なんとも言えないお顔。裏返すと大きな電源ボタンと USB 差し込み口、こちらで充電をします。充電時は赤色で点灯、満タンになったら白い点灯に切り替わります。カラフルな LED が猫ちゃんをより楽しくさせてくれます。替えのパーツ2本付いております。つけていきます。軽い力では抜けません。力を入れると取れます。こちらで完成です。本体の素材めちゃくちゃ柔らかいです。ここは固めです。ぐにゃんぐにゃんです。こちら本体の素材は安全な食品グレードシリコンを使用。猫が噛んでしまっても安全なおもちゃです。天然ゴム製で柔らかく耐久性があり、非毒性で猫ちゃんに害を与えません。こちらシリカゲルジェルがおもちゃを包み込んで緩和するため、床との摩擦に衝撃を緩和し、大きな音を立てずに遊ぶことができます。ズバリどのような商品なの？こちら充電式動くおもちゃは、猫の興味を引く様々な動きをしてくれる電動式のおもちゃです。動作中は異なる回転速度や回転形状を変化させ、猫の狩猟本能を刺激してくれます。以上のことから、従来の猫の釣り竿、こうやって持って吊るす釣り竿ですね、この釣り竿に代わる大回ヒントも出ます。使い方について、電源を入れ、床の上に放置、自動的に尻尾をブンブン振り回し、おお、動いてます動いてます、ペチッと青色の明かりが点灯し、約6秒間回転、そして2、3秒停止し、再び6秒回転、そして再び3秒停止。これらのパターンを2、3分繰り返します。その後運転を停止し、待機モードへ入ります。この待機モード中に本体に何かしら触れると再起動します。はい、尻尾はですね、右回り左回り様々なパターンで回ります。充電式のおもちゃ、こちらの本体にはバッテリーが内蔵されております。電池は不要。バッテリー容量は 520mAh、 約1時間でフル充電することができます。フル充電しますと約3時間動作することができます。いかがだったでしょうか。こちら充電式動く猫用おもちゃ、お値段もお手頃なので、猫ちゃんへのプレゼントとしても最適です。健康問題を引き起こ、マジカル